こんにちは、フィフィですえ。韓国が竹島で軍事訓練を行いました。ユン・ソン・ョル政権になってから竹島での軍事訓練はこれで5回目になります。えこれ、どこの国を敵国と想定して軍事訓練していると思いますかこれ考えてみてくださいえ。韓国は日本を敵国と想定して軍事訓練を行っているわけです。まあ、つまり、韓国は日本を 敵だと見ているんです。ユン・ソンニョル政権になってからは、竹島周辺で軍事訓練をするにしても、日本に配慮して、非公式にやっているそうですが、非公式にやろうが、竹島に上陸せず、竹島の周辺でやろうが、日本を敵国として想定して訓練しているのには変わりありません。 ユン・ソンニョル政権がスタートした当初は、ユン政権は新日政権だなんて間違った見方で報道する日本のメディアもありましたが、毎年恒例の竹島での軍事訓練をしっかり実施しているところからして、日本へのスタンスに関しては、これまでの政権と基本的に変わりはありません。確かにムン・ジェイン政権より反日度合いは弱いですが、ユン・ソンニョル政権もやはり反日です。 日本のメディアは今回、竹島に上陸する訓練が見送られたことに、日韓関係の改善が進む中で、ユン・ソン・ヨル政権の日本への配慮が見られたなんて報じていますが、認識が甘すぎます。 日本側は軍事訓練が行われるたびに抗議していますからね。それでも韓国はやめないんです。竹島への上陸訓練を見送っただけで、日本との関係に水を差さ,さないよう、ユンさんが配慮したと、そう思っているなら、まあそりゃ舐められます。 え韓国側は今回の訓練について毎年定期的に実施していることで韓国の領土と国民、財産を保護する任務を遂行するために実施したと説明しています。まあ要約すれば日本という敵から守るために軍事訓練しているんだということでしょうえ。韓国が日本のことを敵国と見ているのは明らかです。前に LINE の件で日本の総務省が 個人情報を流出させた LINE や風に韓国側との資本関係の見直しを求めた行政指導を出した時も韓国では日本が韓国企業を追い出そうとしている LINE を奪おうとしているともう随分大騒ぎしていましたその時韓国の朝鮮日報は日本は韓国のことを敵国だと見ているのかといったニュアンスのタイトルで報じたんですね。 このチャンネルの動画内でも、この朝鮮日報の記事については紹介しました。さらには、韓国は日本にとって仮想敵国だとも説明させていただきました。これ何も間違ってはいません。レーダー照射の件一つを取ってみても、韓国が日本を敵国として見ていることは明らかです。 韓国がちょっと日本から気に食わないことをされて、日本は韓国を敵国と見ているのかと怒ることが間違っています。このチャンネルでは韓国がアメリカの同盟国ということもあって、まあ、わざわざ配慮して敵国ではなく仮想敵国だと表現しました。で、実はこのチャンネルで韓国は日本の仮想敵国だと発言したところ、韓国側から反応がありました。 韓国の大手新聞社である中央日報が日本でタレントをしているフィーフィーが妄言を吐いたと報じたんです。日本の領土を不法占拠している韓国はもはや日本の仮想的国と言っても過言ではないと、こう私が説明したことに妄言を吐いていると、そう報じたわけですね。まあ、これ妄言でも何でもなくて韓国が仮想的国なのは事実です。 この時私は徴用工の件に関しても、竹島の件に関しても、いつ日本政府は韓国に制裁をするのだろうか、通貨スワップなど少なくとも韓国への経済支援を中断すべきだという主張もしていたんですが、その私の発言についても中央日報は記事の中で紹介していました。しかも、これを違和感発言だなんて中央日報は批判していたんですね。 これ韓国を好きとか嫌いとかそんな感情で発言しているわけではありません。え韓国の大手メディアである中央日報が発言の中身も確認せず、真意も理解せずに、一意見に対して逆に嫌感発言だと切り捨てて報じるんですからもう残念ですえ。繰り返しますが、そもそも軍事訓練をして日本を敵国だとみなしているのは韓国ですよね。 これが事実です。韓国軍は古くから日本を脅威として見なす軍事強化策をとっていてアメリカから警告を受けたこともありましたただこうしたことが日本ではほとんど知られていないだけです。 北朝鮮の脅威が高まりだした1990年代韓国は北朝鮮に対抗する軍備として最も重要な地上部隊の強化を後回しにして日本を仮想敵国と見立てて海軍や空軍の増強に力を入れていましたこれに対してアメリカ当局が韓国に抗議をしたということがあったんですよね。 日本と韓国はともにアメリカの同盟国で北朝鮮や中国の脅威に備えて日米韓で防衛協力をする必要性が叫ばれてはいますがそんな中で韓国が日本を敵視して軍事訓練をしているんですからもう大問題ですもう日本政府も口だけの抗議で終わるべき案件ではありません。 まあ制裁とまでは言わなくとも,もうさっきも言ったように韓国軍による日本の自衛隊機への危険なレーダー照射についても後から韓国政府が隠蔽を指示していたことがバレましたしかも韓国軍は今もこのレーダー照射の件を謝罪してはいません実はこうした韓国軍の反日姿勢には長い歴史があります 20数年前からです安全保障戦略や軍事面でも日本を仮想敵国脅威と見なして対策を取ってきましたその中に竹島の不法占拠があります韓国による竹島の不法占拠は1952年のイ・スンマンライン宣言が始まりです このラインを越えたとの理由で日本の漁船が打破されて、日本人の乗組員は韓国で約8ヶ月間の抑留生活が強いられました。これ人権侵害どころか、もうわずか8畳に21人が入れられて、部屋の隅に排泄用の樽があるだけでした。 え、わらでできた布団と毛布だけが与えられました。食事は石が混じった麦のご飯と岩塩を溶いたお湯だけ。体力が消耗していきます。寒くてたまらず男同士で体を寄せ合い震えていたと言います。釈放されるまでの8ヶ月間でお風呂に入ったのは一度だけ。これ人間の扱いではありません。1952年に韓国による イ・スンマンラインが不当に設置されて以降、韓国側に打破された日本の漁船は328隻になります。そして、抑留されたのは3929人で、死傷者は44人です。で、その後、1965年に日韓漁業協定によってイ・スンマンラインがなくなったんですが、その後も日本側の被害はなくなりませんでした。 抑留された日本人は121人、打破された船は11隻です。竹島の件は、領土が不法に占拠されるだけではなく、韓国によって、日本人の命が奪われています。それを忘れてはいけません。韓国政府はよく、日韓関係の改善には、未来志向でなければいけないなんてことを言いますが、未来志向でないのは韓国です。 これまで韓国が日本にしてきたことにはだんまりで、さらには日本に対して、でたらめの韓国の歴史観をベースに、しつこいぐらい謝罪を要求してきます。これのどこが未来志向というのでしょうか。後ろ向きで歩けばこけるだけです。実際に日韓関係は回復できてはいません。というか、日本は韓国が日本のことをどう見ているのか、しっかりと意識するべきです。 韓国は日本を恨んでいて敵国と見なしていますまあそう見ている以上日本が韓国を経済的に支援する義理はありません再開したばかりの日韓通貨スワップも中止するべきだし今後追加で経済支援をする必要はないでしょうさてここまでお話ししてきましたが皆さんはどう感じになりましたかコメント欄にどんどんご意見をお寄せください そして、フィーフィーチャンネルの登録もお願いします。